皆様、こんにちは。浜松市上下水道部お客様サービス課です。動画をご覧いただきありがとうございます。今回のテーマは、排水設備工事に関する事故事例と防止のための留意事項についてです。まず、はじめに、この動画は、 令和5年度現在の排水設備に関する内容の説明になります今後内容が変更することもありますのでご注意くださいよろしくお願いしますこのテーマの説明内容ですが実際に起きた事故事例をもとに事故の原因と それに対する対策をお話しします。以前の講習会でお話しした資料を改良し、動画としたものになりますので、再確認の意味でご視聴ください。事故事例一になります。通報内容ですが、市民の方より宅内排水の流れが悪く、また、 道路境界の宅内取り付けマス周辺が湿っている状態のため調査してほしいという内容でした原因を調査した結果木根が配管の接続部分から侵入し閉塞していましたまた木根の侵入により配管が広がり破損していたため 破損部分より漏水し、漏水周辺部が湿っていました。下水マス内を写した状況の写真となります。木・根が侵入し、土砂等が見えています。木・根の力は意外に強く、接続部分の隙間から侵入してきます。配管の隙間より土砂が侵入したため、 閉塞し流れなくなっています右の写真は清掃後になりますこちらは違う場所となりますが同様に木・根の侵入により閉塞し流れなくなっています木・根を取り除いた写真です とても大きいものが除去されました事故防止の対策です配管計画の留意点となりますが配管は施工及び維持管理の上からできるだけ建物、池、樹木等の下を避けてください雨水管と汚水管は 上下に平行することを避け交差する場合は汚水管が下に薄い管が上になるようにしてください薄い管と汚水管が並列する場合原則として汚水管を建物側となるよう施工してください事故事例2です 市民の方より5年越しに引っ越して戻ってきたが下水道が全く流れないので調査してほしい指定工事人に調査してもらったが宅内側は問題ないと言われたという内容でした原因を調査したところ隣宅の解体時に取り付け管の閉塞忘れのため 下水道本管内に土砂が流入し閉塞していることが確認されましたつまり原因は隣のお宅の解体時にありました下水道本管内の土砂流入状況になります本管内に土砂が流入し閉塞しているのがわかると思います この状況だと排水が全く流れないという状況が確認できます。こちらが公共マスから宅内側を写した状況写真となります。平線キャップをしていないため土砂が見えます。この土砂が本館側に流入してくるため、 ここから上流流側がいずれれ閉塞し、しななくなってしまいます。今回の事例では5年越しの引っ越しということで5年前に住んでいた時は排水が流れていましたがその後に隣のお宅が解体となり閉塞忘れで土砂が流入し新たに入居した方が使用しようとしたら全く流れないという事例でした。 流れなくなると、近隣の住宅にご迷惑をおかけするほか、損害賠償等まで発展する恐れがあります。写真の通り、土砂や雨水等の流入がないよう、キャップ止めの措置をお願いします。対策となります。 下水道を使用している場合または取り付け管が設置されている場合は取り付け管または取り付けマス等、残地する排水設備の流入部にキャップ止めの措置をし下水道本管に土砂や雨水等の流入がないようにしてください下水道接続されていない場合または取り付けマスを撤去する場合は 取り付け管を破損しないように十分注意してください排水設備撤去後には排水設備撤去工事報告書の届出をしてください続いてこちらは公共マスについての施工になります公共マスの中の写真となりますが見てわかる通り 何らかの影響にて土砂が流入していますこの状況だといずれ土砂の流入により閉塞して下水が流れなくなるわけですが公共マスは皆様は開閉できませんので浜松市が定期的な点検にて修繕をしております皆様にお願いしたいことがあります新築建て替え等で 公共マス等に接続する場合には、下水道工事課にて開閉しますので、必ず連絡してください。中の状況を確認をして施工を必ずお願いします。確認することで、お客様が新たに住まわれた時に流れないということがないように、また道路陥没などの事故の防止のためでもあります。 よろしくお願いします必ず施工前には開閉して現状の確認をお願いします次にご協力についてです皆さんが普段車で走行中などに下水マンホール付近が陥没隆起しているマンホールの周りが割れている 道路に穴が開いている下水マンホールから下水が噴出している等の危険で修繕が必要な箇所を発見した場合には下水道工事課へご連絡ください上下水道部で早急に修繕いたします土日でもご連絡をしていただければ対応させていただきます ままた、先ほどのののから下水道本館への土砂の流入も発生します。このような緊急事態も発生するため皆さんにご協力いただき安全安心な街にしていきましょうお問い合わせにつきましては浜松市上下水道部お客様サービス課までご連絡ください。 以上で排水設備工事に関する事故事例と防止のための留意事項に関する説明を終了します。ごご聴ありがとうございました。